スロボダン・ライコビッチは、ユーゴスラビア・ベオグラード出身の元セルビア、代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションはディフェンダー。15歳で、ローク・ベオグラードのトップチームデビューを果たす。アーセナル FC や AC ・ミランとの競合の末、16歳当時の2005年11月に350万ポンドという18歳以下の、選手として、歴代最高額の遺跡金で、 チェルシー FC に加入することで合意。2006から07シーズンまでは期限付き遺跡の形でロークに残留した。2007から08シーズンによりブルーズに加入するが、7月にエールディビジの PSV、アイントホーフェンへのシーズンローンが発表された。セフフェルホーセン監督の下で公式戦、合計18試合に出場しリーグ優勝を経験した。 2008から09シーズンは FC、トゥベンテー期限付き遺跡。UEFA チャンピオンズリーグ出場を控え、新監督、スティーブ・マクラーレンを招兵した、クラブ一人目の補強となった。翌シーズンもデフロルス・フェステに泊まり、自身二度目となるオランダでのエールディビジ制覇に貢献。2シーズンで公式戦、合計34試合出場1得点を記録した。2009から10シーズンは、 チームメイトであり、同胞のネマニア・マキッチや、マテーデ・ラッチと共に、SBV 不鉄製へのローンで1年間プレー。2010年10月から新監督に就任した、アルベルト・フェレールの下ではキャプテンに任命された。2011から12シーズンより、アンドレビラス・ボアスが、チェルシーの監督に就任すると、ウィコム・ワンダラーズ FC とのプレシーズンマッチでゴールを上げるなど、 新式館の構想に入った。香港で開催された、プレミアリーグ、アジアトロフィーのすぐるし体育会戦でもプレーしたが、チェルシーとの契約以来得られていなかったイギリスでの、労働許可はこのシーズンも降りなかった。8月24日に、ドイツブンデスリーガのハンブルガー SV に4年契約で、移籍。移籍金は300万ポンドと報道され、マイケル・マンシェン、ジェフリー・ブルマ、 極半トレに続くスタンフォードブリッジからの加入となった。2011年8月27日の 1FC ケルン戦でスタメンに名を連ね加入後初出場し同点弾となるチームに点目を挙げた。2012年7月のトレーニング中にチームメイトの孫強と衝突し仲裁に入ったトルガイアルスランが頭部に列勝を追う。トルステン・フィンク監督により リザーブチーム行きが命じられたが、この処分を受けて指揮官を批判したこともあり、年内の出場機会は訪れなかった。2013年1月27日に行われた SV ベルダーブレーメントのノルトダービーで途中、投入され、戦列に復帰した。2013から14シーズンは開幕当初にマンシェンやコイコカチャルラと共に戦力外となるが、9月にトップチームのトレーニングに、 呼び戻される。フィンクが更迭された直後、同月18日の練習中に、左膝の内側側腹靱帯を損傷。ベルトファンマルバイク政権下では、出場機会を得られなかった。監督が再び交代し、ミルコスロムカの就任後、2014年2月22日のボルシアドルトムント戦で復帰しフル出場を果たす。次節ブレメン戦でも先発出場となるが、 68分に左膝前十字靭体を断裂。11月にトレーニングを再開し、2015年1月31日のケルン戦で10ヶ月ぶりにリーグ戦のピッチに立ち振る出場を果たした。2014から15シーズン限りで HSV との契約を満了し、2015年9月29日に昇格組の SV ラルムシュタット98と2年契約を締結した。 2016年8月1日、セリエ A の US チュッタディパレルモに4年契約で移籍。2016から17シーズンは負傷の影響もあり、公式戦合計5試合の出場に止まり、クラブはリーグ戦19位に終わり降格。自身は残留しにシーズンをセリエ B でプレーしたが、2018から19シーズン終了後にクラブが 財政問題によりセリエ D へ降格することが決定したため放出された。半年間のフリー期間を経て、2020年1月27日にセリエ B の AC ペルージャカルチョに2年半の契約で加入。リーグ戦12試合に出場したが、2020年8月3日にクラブとの契約解除が発表された。2020年8月13日、 ロシアの FC ロコモティフモスクワに1年契約で完全一席。UEFA チャンピオンズリーググループリーグを含め公式戦9試合に出場したが、2021年1月19日にクラブとの双方合意に基づき契約を解除した。2008年北京オリンピックにおいて U-23 セルビア代表として出場した。しかし、 同大会一次リーグの対アルゼンチン戦で審判に唾を吐いたために退場処分となる。9月5日に開催された FIFA フフの起立委員会で1年間の全公式戦への出場停止処分が下り、2009年8月まで代表戦並びに FC トゥベンテでの試合出場が不可能となった。自身はこの処分を不服として広告するとともに自らの潔白を主張。 2008年11月24日、FIFA は代表戦での出場停止に軽減し、クラブでの試合出場は可能とした。フル代表としては2008年5月24日に開催されたアイルランド共和国との親善試合において19歳で初出場。ミロスラブ・ジュキッチ監督のもとでフル出場を果たした。ありがとうございます。